はい、では始めたいと思います。皆さんこんばんは。レクセ2講師弁理士の納富です。今日は、学習総決算論文知識完成度チェックリスト、年明けからの答例に備えるという題名で、約1時間ですね、お話をさせていただきたいと思います。毎年ですね、この時期に、このタイトルでガイダンスをやるんですけども、その意味というのは、一つ、論文の合格発表があって、区切りが、できたということと、で、年明けの実践答練ですね、まさしくそのサブタイトルのところについているように、論文実践答練を、どのように使い、どう効果を出していくのかっていうことですね。そういったことのちょっとお話をしておいた方が、いきなりこう開講して解説してみたいな、慌ただしく開講してしまうので、そういったこうちょっと心構えというかですね、そういうのをお話ししておいた方がいいだろうということがあります。なので、一応レックの位置づけとしては、実践答練の誘導ガイダンスということになるんですけども、私の方では、この時期で、特に今年はちょっと試験の、合格発表というか、試験自体がちょっと遅くなりましたので、先日論文の合格発表が、あったところですから、その今年の傾向や、一般的な論文対策で、その中で実践答練をどう使っていくかという、どちらかというとちょっとこう一般的な論文対策についてお話をしていこうかなと思っています。はい、ではですね、まず、今年の論文試験の発表を受けて、どんな感じだったかっていうことですよね。で、一言で言うと、結構受験生の中ではサプライズが多かったように思います。今年も再現答案結構出していただいて、私の方でも再現を見て、どうかねと、口実つけそうだねとか、ちょっと危険だから論文の勉強も並行しとこうかみたいな感じで、もう論文試験が終わった段階である程度こう方向性を決めて進められてる方が多いんですけども、実際論文の勉強をしていたんだけれども、サプライズ的に合格して、ちょっとびっくりしたみたいなね、本人たちはそういう びっくりした状態で、発表の日を迎えたっていう、そういう人が多かったように思いますね。ですから、ちょっとこう口述の対策が十分でなくて、発表後に慌てて口述の勉強し始めてるんで、ちょっと大丈夫かしらと思って、そっちの心配を私の方では今してるところですね。で、なぜ本人たちがそう思ったかっていうと、やっぱりその相対評価なので分かりづらいということがありますよね。自分の手応えと実際そのみんなのその出来とっていうところが兼ね合って、合格するかどうかっていうか決まりますから、自分的にあまりできなくても、やっぱりみんなができなかったということになると、相対評価でやっぱり合格してしまうということがあるんですよね。で、今年ちょっと私たちが思った手応えよりも、受験生全体的に出来が悪かったんだなと思う科目は意匠法ですね。意匠法は問題としては難しくなかったと思っているんです。で、そういうふうな好評もずっと出してきてます。で、実際論点としてもそんな難しいものではなくて、製パン機事件、ちょっと特許の地裁が出てる部分がありますが、あれ特許では必ず必要になる判例なので、絶対書いたことが特許ではあるだろうというものは遺書で出ただけですから、そこだけで、あとはもうそんなありふれた論点だよねという感じだったんですよね。ですから、意匠でそんなになんかそのつまずくなんていうことは、私も含めてあまりこう講師の方で予定してなくて、なので、そういう好評を出すということも、ちょっとこう効果としては雰囲気を作ってしまったのかもしれないんですけど、ダメだという感じで、ちょっと意匠足引っ張ったなみたいな、そういう感想が結構あったんですね。だけども、蓋開けてみると、なんとかいけてるんじゃないって言った人は割と高得点で帰ってきてるし、で、ちょっと一生厳しいんじゃないって言っても、なんかギリギリ57ぐらいで帰ってきたりとか、あんまりそのすごい高得点という人はいないんですけども、でも割と60点付近で帰ってきてるっていう人がかなりいらっしゃいますね、意匠法では。ですから、今年はその自分が思ったよりも、
以上にちょっと救済されてる部分があって、なのでちょっとサプライズ的に、だから母体はすごくベーシックの1年目の講座母体がすごい少なかったんですけど、でも1年目で合格された方が5人いらっしゃるんで、まあそういう意味では変わらないんですよ。母体が少なくなったのに合格率が変わらない、合格者が変わらないってことは率はかなり上がってますから、まあそういう意味でそんな難しい試験ではなかったはずなんですよね。で、一方で結構ベテラン勢がポロポロと不合格の報告も入ってまして、まあなんでかなっていうところはね、結構一緒に考えていかなければいけないところなんですけど、まあ一人一人やっぱりちょっと症状は違いますから、一概にちょっと言えないところはあるんですけどね、ちょっと難しく考えてるっていうところはあるかもしれないですね。その簡単な論点なのにちょっと難しくてパニック起こしちゃったって子も一人いるから、そんなに難しいはずないのにちょっとこう身構えてしまったっていうところもあるのかもしれないですね。普段できてることができてないっていうのはそういうことがあったのかもしれないし、あるいはまあ難しいことは知ってるんだけど意外に基礎的な力が落ちてたっていうこともあるのかもしれないですよね。まあちょっと一人一人のその症状をまあヒアリングしながら聞いたわけではないので、まあ何が原因かっていうのはちょっと再現だけだと分かりづらいところはあるんですけども、まあ1年合格の子が結構確保できてる一方で、そのベテラン勢が割とポロポロと落ちてきたというところがちょっと私としては衝撃的な感じの発表になりました。で、まあ点数を見ても、だからその特許はね、みんなできてないんですよ。ね、みんなできてないし2問あるから意外に救済されちゃうんですよね。だから本人の感触と返ってくる点数でいうと、特許は意外に自分が思ったよりもついてるみたいなことが多いんですね。で、一方で一番その自分の主観と違う結果が返ってくるのが商標なんですね。医者はまあ他の人の出来によってちょっとこう違った、意外に高かった、点数が高かったっていうのは今年の傾向に過ぎないんですけど、商標は毎年のように、なんでこんな点数かわからないっていうのがあります。で、割と中上級で自分たちはできると思ってる人でも30点台で点数返ってきてる人なんかもいるので、商標は本当にその主観と客観のその齟齬がある科目だということが今年もやっぱりあるんですね。で、それはじゃあどういうところでやっぱり改善しなきゃいけないかっていうと、暗記ではなくてやっぱり理解してるのかっていうことをやっぱりちょっと腰据えて考えないと改善しないと思ってるんですね。で、特許はなんかこう理解系の科目で、衣装商標が暗記系の科目みたいな感じの受験生の方はイメージを持たれてる人多いと思います。で、特にその学生時代の文系理系でいうとそういうわけじゃないですか。文系科目ってやっぱり英単語を覚えたりとか、漢字を覚えたりとか、古文を覚えたりとか、どっちかっていうとやっぱりそのね、文化系の科目って暗記に頼ってきた傾向にあるので、どうしてもなんか衣装商標って文系の人が担当することが多いから、なんかこう暗記でなんとかしようっていうことがね、あるんだと思うんですよね。だけども、実際じゃあ試験っていうものは何を求めてるかっていうと、暗記要素ってそんなにどの科目も実際はないんですよ。で、特に商標に関して確かに細かいところもあるし、覚えなきゃいけないこともあるんですけど、でも暗記で何とかしようとするとやっぱり商標はつまずきが大きくなると思います。ですからやっぱりその例えばですけども、その商標の使用っていうものの概念だったりとか、商標的使用対応って具体的にどういうことを言うのかとかね、で、26条の理解がちゃんとできてるのか、普通に用いられる方法ってどういうことを言うのかとか、そういうちょっと理解という部分がやっぱり出てしまうのかなと、商標法の答案を書いてもらうと、担当では分からなくて、こう担当ではなんとなくクリアができるんだけれども、やっぱり論文だとその不理解がカバーしきれてないのかなというところがあるんだと思うんですね。なので、ちょっとその採点の部分もやっぱりちゃんと見れる人が厳しく採点すべきだというふうに私は思っているんですけど、まあいろいろと採点室は採点室で、結構クレームも出るんでね、採点って。点数がつきますから、クレームが出るんで、結構ね、あんま厳しいこと書きたがらないんですよ、どの採点者も。で、怖いからペンネームでやったりとかね。私なんか隠しきれない、もう全部本名でやりますけど、
もうノート見て反復をボンって押すんですけど、だけどやっぱり採点者はクレームが怖いんで、結構優しいコメントしかつけないし、最近の採点者はなんかそれってあんま良くないよねと思ってるんですよね。だからもうちょっとなんか本音でやっぱり向き合ってあげないと、そういう不理解っていうのがなかなか治らないから、覚えてる覚えてないは言われなくても分かってるようなんですよ。例えば衣装の用紙とは衣装の用紙の変更とはって覚えとかないと、条文どこも書いてないと。で、それ書けなかったら、覚えてないから書けなかったってはっきり分かるんですよ。で、そんなこと指摘されなくてもいいんですよ、はっきり言うと。さあ、もうそこだけ×とか三角とかつけといてくれれば、もうそこが私が覚えてないからだねって誰でも分かるんですよ。でもやっぱ分からないと、この書き方だと理解が伝わらないとか、その書き方に問題がある、表現の仕方だったり、そのキーワードの使い方だったりとか、説明の仕方だったりとか、そういうところに何かあると、やっぱり指摘してあげないとやっぱ分からないんで、そういうところはやっぱりね、採点者ってものは大事なのかなと思ってます。で、最近私も水道橋本校のね、口述の講師も含めて全員は自分の教え子からこう推薦して講師をやっていただいてるんですね、どの先生もね。で、ゼミなんかもやっぱりこの人はゼミの適性あるなと思ってこう声をかけて、ゼミを担当していただいたりとかしてるんですよね。で、やっぱりだからこそ、その特許権者と実施権者とのそのところ、商標で言うとその商標権者と使用権者との問題で、その使用権者の不正使用に関しては商標権の消滅になるじゃないですか。だから要は監督義務違反っていうのがありますよね。ですから私もやっぱり最近ちょっとそれを強く感じてまして、やっぱり少なくとも水道橋本校の講師、そのゼミの指導方針とかに関しては、やっぱり私も責任の一端を担わなきゃいけないなっていうふうに思ってるんですけど、やっぱりどうしてもね、その先生によって答案の好みってあるんですよ。で、私もやっぱりあるし、どの先生でもあるんですよ。だから私だったらこれ70点だねっていうのも、いや例えば他の先生だと、いや60点だよっていう先生もいると思うんですよ。だけども、じゃあ合格ラインの平均値でいう、偏差値でいうとこの54を割るかどうかの判断、どの先生も同じはずなんですね。そこ違ったらもう講師の資格ないんで、54を割るかどうかの判断はどの先生も同じはずなんですけど、そっからの幅っていうのはある程度やっぱ好みがあるんですね。ですから、そこは多少その強要しなきゃいけない部分ではあるんだけれども、やっぱりその採点者によってばらつきが、その点数のばらつきが出てくる、そのこの先生だと気になるところなんだけど、この先生だと気にならないとか、そのがやっぱり採点者によって出てくるのは否めないんですね。で、それがずっとやっぱり残ってしまって、でも本試の試験員の先生にはそこが引っかかってしまって、自分では今までこれで OK だったはずなのに、試験ではなんかひどい点数で返ってきてるとか、このミスが救済されてないとかね、そういうことにやっぱりなってるんじゃないかなと思ってるんですね。で、そうしたら、じゃあ何がやっぱり必要かっていうと、やっぱりいろんな採点者に当たることなんですよ。どの先生でもやっぱりそれなりの評価を得る、その引っかからないっていうところを目指していくべきで、そういう意味では昔の受験生と今の受験生で私圧倒的に違うなと思うのがやっぱり東蓮なんですよね。昔の受験生はそのゼミなんかに入らなくても東蓮は絶対受けてたんですよ。で、私はレックの東蓮のほかに、当時は私レックが一番の予備校ではなくて、当時はもっと大きい母体の東蓮の受講生がいた予備校があったんですね。ちょっと名前は出せないんですけど。で、そっちの方と、で、レックの東蓮とで、二股かけてたんですよ。でも、それ普通にスタンダードな受験生の受講の仕方で、それもちょっと必須みたいな感じだった。で、その東蓮と、レックの東蓮が、その東蓮と、今で言うとタッグですね。当時は早稲田セミナーって言ってたんですけど、なんかそういうこう、二つの掛け合わせ、そことそこか、もう W か、L かっていう感じで、で、そこはもう必須みたいな。で、どういう基準で選ぶかというと、やっぱり母体の大きさなんですよね。母体の大きさが大きいってことは採点者も多くいるので、いろんな採点者に当たるわけです。で、レックの東蓮だと今採点者どれぐらいいますかね。本校で結構担当者つけてるんですね。だから私の教え子の中から合格した人が採点チーム、水道橋の採点を担ってるみたいな感じだから、そんなになんか毎回毎回絶対違うってわけではないと思うんですけど、ただゼミの先生みたいに一人でずっとってわけではないと思うので。
やっぱり東蓮っていうのはそういう客観評価を得るっていう部分で非常に重要だと思ってます。だからゼミの先生方にこう見てもらう部分と、やっぱり東蓮で養わなきゃいけないこととっていうものをちゃんと区別していかないと、そこをちゃんと理解して受けていかないと、やっぱり全然効果って出ないよねと思ってるんですね。で、ゼミのいいところはやっぱりそのかなり講師との距離が近くなりますから、あなたはこういう傾向にあるとか、あなたの弱点はここですみたいなことをやっぱりこう指摘してくれるっていうところがすごくいいところなので、自分のその弱点がよくわからないんだけれども、でもなんか振るわないんだみたいな、こうもやもやっとしたね、こういうなんかこう悩みがある、でも悩みがあるかどうかもわからないみたいな人はゼミがフィットすると思うんですよ。自分でわからないことをやっぱり客観的に指摘してもらう機会っていうのはゼミしかないと思うので、なのでそういう部分でやっぱりゼミは必要になってくるよねと思ってるんですけど、それでもやっぱりそれっていうのは要はピンポイントの処方なので、全体のその体力の回復というか、その力もないのに、そのピンポイントにそこだけ集中してもやっぱり受からないんですよね。だから言ったら風邪薬でいうところの総合漢方薬とプラスしてなんかこう処方される、例えば咳止めだったりとか、そういう部分との違いで、やっぱり咳だけ出てるわけじゃないんで、大体風邪ひくっていうと、やっぱりこうなんとなく全体的に風邪をひいた中で、その一番自分の弱いところに出てくるわけですよね。だからやっぱり風邪薬、総合漢方薬を飲んだ上で、一番咳が止まらないからって咳止めシロップを、プラスしてもらったりとかするのが多分お医者さんの処方の仕方だと思うので、それがやっぱり皆さんのその論文の力っていうものに必要なのかなと思います。私先週実はですね、ちょっといらっしゃると思うんですけど、中上級の講座を休講にしてしまったんですね。で、今普通に多分何もないように見えるんですけど、1週間前突然朝に声が出なくなったんですよ。ソーセージのこうちょっとキュッてこう絞った部分あるでしょ、あんな感じになっちゃったんですね。気管がキュッとこう絞ったような感じになって全く出なくなっちゃったんです。で、それでもう急遽ちょっと休校にさせていただいたんですけど、全く体元気で風邪の症状もないんですね。で、お医者さんちょっと精神的なものもあるんじゃないかって、なんか2年に1回ぐらいなるんで、しかもこの11月にかな、11月だったんですけど、11月になるんですよ。だからなんかその一区切りあるところとか、忙しいっていうこうストレスとかそういうものもあるかもねって耳鼻科の先生はおっしゃるんですけど、で、風邪ではないから、当然そのステロイドを使って気管を拡張するだけの処方なんですよね。で、そういう時はそれでいいんですけど、やっぱ風邪ひいたらやっぱ一番弱いとこ出るんで、風邪ひいたら必ず私やっぱこう気管支がやられるんですよね。で、そうするとやっぱり総合漢方薬、風邪薬とで気管プラスみたいな感じの処方になるんですね。で、やっぱりそうじゃないと自分の体力も体自体も弱ってるのに、ね、気管だけ咳だけ止めてもらったってやっぱり良くはならないわけですよね。ですから、そういうちょっとご自身の症状っていうものが今本当に何が困ってるのかっていうことが分からない人で、分かっててこの先生だったらそれがいけるよねっていうところをちゃんと見つけて、ゼミは受講すべきだと思います。で、その上でやっぱりそれで改善したことをいろんな採点者に見てもらって、で、東蓮でその自分の立ち位置ですよね、何位にいるのかっていうことを見てもらいたいんですね。で、実践東蓮は実績でいうと上位25%に常に入っていれば大体論文は受かります。母体がある程度あるので偏差値、順位ですよね、それで大体上位25%ぐらいに入っていれば受かります。ですから目安として使える東蓮だと思いますし、他校も含めて一番母体が大きいので、実践東蓮で大体自分の何位なのか、他の人との相対評価を測っていただければいいかなと思ってますね。で、実践東蓮は完全にアウトプットなので、私はその実践東蓮の解説の中では題の取り方、答案構成のプロセスで、論文の答案のその表現だったりとか組み立て、そういったことは説明いたしますけども、逆にそのインプット的なことですね、販路1から説明したりとか、例えばその規定の趣旨からこう説明したりとか、そういうことは当然東蓮なのでやりません。
で、だけども論文を書くための力っていうのはやっぱり知識がやっぱり一番です。知識力がやっぱり論文力です。ですから知識を備えないのに書いてばっかりでもそれは全然力にならないし論文の力上がらないです。だからなんとなくその100通書いたら受かるんじゃないかとかたまに言われるんですけど、何通論文書いたら受かりますかとかって言われるんですけど、そういう問題じゃないんですね。100通書いても受からないもの受からないし、30通でも受かる人は受かるんですよ。で、それはやっぱりどんな問題を選んで解くかとか、それに対してどういう復習をしたかとか、やっぱりそういうことによってくるので、書いた回数とか枚数の問題ではないんですね。で、一番やっぱりアウトプットを効果的にやることに関してはインプット力を高めることです、まず。ですからできればやっぱり12月中、実践答練が開講するまでに知識の一通りのその復習をですね、終えておくことが一番実践答練を効果的にやる方法だと思います。ベースもないのにやっぱり書けないからね。書けないことをやっぱり復習するよりも、書けたんだけど、凸凹ができたものを平らにしていくって作業の方が、格段とやっぱりいいですから、ちょっとそのあたりの、ご自身の今までのそのインプットが大丈夫かなっていうことを確認していただきたいですね。で、ちなみになんですけど、今、その、ベーシックから5人っていう話をしましたが、全員が担当ゼミ生なんですね。担当ゼミ私2月に開講するものがありまして、毎年やっているんですけども、担当ゼミを受けてなくても、担当合格をする人はいます、ベーシック生の中で。だけどもじゃあ論文まで受かるかっていうと、実際実績として担当ゼミ生からのみです。通信クラスは別として。通信の方はちょっとゼミ受けられないので、通信の方は受けずに、今年も通信からも一発合格出てるので、まあ合格できないわけではないんですけど、ただ生クラスの実績で言うと全員が担当ゼミ生なんですね。で、それは何を私は示してるのかなと思うと、ギリギリで受かった人いないんですよ、その5人って。担当合格って言ってもやっぱりすごくいろいろなんですね。39で受かる人も担当合格者だし、55点で受かる人も担当合格者なんですよ。で、大体その担当ゼミ生で一発でベーシックでそのまま論文合格した人っていうのはギリギリの人はいないんですよ。で、今その本試験担当のボーダーって39ですけど、論文を書くための知識として必要だと考えているのは、少なくとも43点ですね。で、ただ下3法は実質的に論文に影響しないので、まあ別にその43に届いてなかったとしても、そんなに点数高くなかった、全体の点数は高くなかったとしても、上4法でまあ7割5分ぐらい、まあ理想的には8割を超えてることっていうふうに要求してます。で、やっぱりそのベーシックなんだけれども、そのまま論文を受かる人っていうのはやっぱり担当の知識が潤沢にあるんですね。だからそこがやっぱり共通点なんですよ。で、ベーシック生ですから、それこそそんな論文なんて書いた回数なんて知れてますし、答練は全部受けさせてますけど、で、直前答練も前期後期フルに受けさせてますけど、それでもまあ知れてますよね。そんなに言うほど書きまくって迎えた試験ではないはずなんですね。でもやっぱりその知識がやっぱり潤沢にあり、でそれなりに大きな答練を経験してる。で、それでやっぱりその受かってくる力はあるんだなっていうことが、まあ実際数字的にもあるんですよね。ですから皆さんにやっぱりこの実践答練を有意義にすることは、担当の勉強と無関係ではないっていうことをまず伝えておきたいんですね。だから免除の方はやっぱりその自分が持ってる知識をできるだけ落とさないように、あわよくば上げていくぐらいのことがないといけないかなと思います。で、今年の合格者で2年目で合格した方なんですけども、1年目の担当がね41だったかな、そんなにいい感じじゃなかったんですね、合格したのが。で、免除になっちゃった。で、本人はそれ分かってたんで、だから去年論文ダメだったのはおそらく知識の問題だって自覚があったんで、
まあそれこそね、1年間担当受けるんですかぐらい担当の勉強してました。で、今年、まあ、本人はちょっと諦めかけてたんですけど、まあ、受かっていって、で点数開示してされたのを報告があったんですけど、まあ結構な点数で受かってたんですよね。衣装も60ぐらいで、商品も60ぐらいかな。で、特許はまあちょっとあれですけど、そんなに余裕はなかったけど、うん、でも一つもその貯金っていうものを使わなきゃいけないような状態ではなくて、まあまあな感じで受かってて。で、やっぱりその彼女が合格した要因っていうのは本人も言ってたんですけども、やっぱり知識、ちゃんと免除なんだけど免除という自覚を変に持たないことだったんじゃないかなということでした。ですからやっぱり担当受験される方は担当の受かり方が大事だし、で免除の方は知識を落とさない、43点以上で免除になったんだったら落とさないこと、でそれに足らなくて免除になったんだったら上げていくこと、うん、でそれがやっぱり論文の合格のキーになるかなと思っています。でもう今12月なので、12月末までにっていうとかなり大変になるので、論文実践答例を走らせながらで構いませんから、知識面の補充ってものをうまくやっていただきたいと思います。でそのためのちょっと一つの手助けになるかなと思うのが今日の、チェックリストなんですけども。まあ担当試験だと条文プラスアルファでどれくらい条文から出るかって知ってます？問題300英単のうち、条文直接根拠じゃないもの、審査基準から出てますとか、お本にしか書いてない解釈から出てますとか、判例からズバリ出てますっていうものはわずか5%だったんですよ、令和3年の試験。うん、ですから95%は条文根拠の問題だった、担当試験ね。ですからまあ言ったら、その45点を取る勉強としてもですよ、それぐらい高得点を取る勉強としても、まあ条文集1冊あればなんとかなるんですよ、担当試験で言うと。うん、でそれも皆さんも分かってるから、そんなにその手を広げようとかね、担当の勉強をするのに何か今更基本書を広げようみたいな人いないでしょ。それはもう分かってるからだと思うんですけど。じゃあ今度論文知識ってなった時に、結構そこがやっぱりアバウトなんですよね。輪郭が急にぼやけるんですね、どこまでって言われると。いや、青本に書いてる趣旨も必要だし、判例だって最近新しい判例だって出るし、うん、でまあ、あんまりその基本書から出ることはないにしても、審査基準は絡むことあるよねってなってくると、やっぱり結構ね、こう広がりが出てくるんですよね、論文の勉強って。まあ、だからこそ締めていかなきゃいけないんですけど、でどれくらいまでそのインプットが完了してれば安心なのか、論文を書けると言えるのかってことの目安になるのがこのチェックリストです。で A ランクから C ランクまでつけているんですけども、まあ A ランクはもちろん必須ですよね、完全に必須。で B までは必要と考えていて、 C はまあいいかなと、スルーでもいいかなというような目安です。で、まあ、これのチェック欄に最終的にチェックが全部入れば、論文書けるねって言っていいと思います。で今日ちょうどね、ベーシック生の講義があったので、まあ、ベーシック生にはガイダンス出れなくても、レジュメこのチェックリストあげますよっていうふうに言ったんですけど、ただね、怖いのが ベーシック生だと多分3分の1もチェックつかないんです、今日の状態だと。うん、まだ単基礎入って初歩がやっと終わったぐらいのところなので、復習、特実の復習もままなってませんから、まだ3分の1もチェックつかないんですよ。でそんな時に「ってまず全然チェックつかない、どうしよう」みたいな、こう変なプレッシャーを与えてしまうことになるから、だからまあ担当の試験が終わったぐらいのところで開いてもいいよっていうふうに伝えてるんですけどね。だからこのリストは今現在をチェックしていただくというよりも、最終的に全部チェックがつくように埋めていただきたいというリストです。ですからまあそうですね、実践答練で出た論点のところをその部分的にとびとびでもこう埋めていくとか、そんな感じの使い方でもいいので。で目安があるとやっぱり人は安心なんですよね。分からないから不安なんですよ、不安っていうのは。
がやっぱりこうね、霧がこうかかってゴールが見えないからやっぱり不安になるので、ゴールを見せてあげれば自分とそのゴールとの距離が分かるので、まあ、やっぱりそこは不安が解消できるかなと思って作ったものですから、まあ、皆さんのちょっと精神安定剤的な、そういう材料になればいいかなというふうに思ってます。で、もちろんね、もちろんこの中に載ってない判例から出ることもあるし、もちろんこの中に載ってないなんか審査基準の細かいところから出る可能性もあるし、あるいは審判ビンナーから出る可能性もありますよ。でもね、じゃあそれができなかったからといって落ちると思いますかってことなんです。多分ここに載ってないことから出たって半分以上の人、少なくとも7割ぐらいの人は知らないんです。知らないし、だってそれぐらいの受験生抱えてますから、東蓮とかね、レックは。で、そこで要は出してないってことだから、そんなことは独自になんか別のところで勉強してるか、たまたま知った情報っていうものじゃない限りは、知らないです。で、そんなことが合否に影響しないです。相対評価なんで。だから今年の試験もそうですけど、ね、ちょっとこうサプライズ的な要素確かにありましたけどね。ありましたよね。でも、じゃあそういうサプライズ的なことが出た時に、それができなかったことが合格に響くかって、響いた年一回もないと思いますよ。去年だったかな。新しい判例がちょっと出てましたよね、特許で。で、その前も、判例じゃないけど不使用のところのちょっと論点だったりとか、ちょっと論点チックなものがやっぱりちょこちょこ毎年出るんですけど、そっか、みんなできないから、結局。で、趣旨だってそうですよ。趣旨だってやっぱりすごくマイナーなとこから出たものってのはみんなできないから、結局そこでは合否決まらないですよ。で、むしろ一番怖いのは、みんなが出たところでみんなが知ってることを知らないことです。例えば去年ちょうど全国公開模試直前期のね、あれで商標法40項3項を出したんですよ、レックが。全国公開模試で。で、ドンピシャだったんですよね、本試験。趣旨から何から何までドンピシャだったんですよ。で、まあちょっと私たちもびっくりして、なんでこんな大事な公開模試の時に4条1項3項なんか出すのって正直思ってたぐらいになったので、それを本試験で、ね、出たって聞いてちょっとびっくりしました。で、あんな感じでみんなが受ける東蓮で、みんなが受ける公開模試で出たものに関しては、マイナーなものほどやっぱり影響力があるので。あれはやっぱりね、経験してないと書けないと思うんだけど、みんなやっぱり経験してたんで、やっぱり合否に影響しました、あれができてないことでね。だけどレックの受講生が公開模試受けないってことはまずないから、レックの受講生からはなんかそんなになんか悲観的な話は聞かなかったんですけど、でも他の多分予備校の人だともうちょっとびっくり仰天で、で、なんでレックで出したんだみたいな感じで思ってると思いますよ。だからそういうことはありますけど、で、それ以外のことで、なんかみんなが知らないものが出たからといってそれが合否に影響するわけじゃないんですね。で、私がやっぱりもう長年この受験界にいて、まあ、いろんな受験生と接してきて思うのは、結構皆さんね、やっぱ優秀なんですよね、学生時代からずっと。で、優秀だから、なんかその、なんていうのかな、6割でいいとか言われたって、なんかそれがあんまりこういいイメージを持たないんですよね。だからベーシック生にも言われたんですけど、なんか偏差値54で、まあ、素点で言うと60点ぐらい目指しましょうって、まあ、言うんですよね。で、そうすると「60点でいいんですか?」って言われるんです、論基礎とかで。で、「いや、60点取るって結構大変なんだよ」って言うんですけど。でも確かにその優秀な皆さんにとってはね、なんか学生時代に60点ってなんかあんまり良くないイメージなんでしょうね、点数として。やっぱり80点90点満点取ってきたような人たちだから、だからなんかそのちょっとしたことがやっぱ許せない、自分のその担当でもそうです。だから満点取る試験じゃないんですよ。45点目指しましょうだったら15問落としていいのに、そういう発想にならないんですよね。なんか全部を完璧にして臨みたいみたいな、なんかそういう感触を得るんですよね。でもそういう人こそやっぱりボーダー届かないんですね。担当試験もやっぱり受かり方があって、どこで点数を取るのかっていうことをちゃんとあらかじめ計画を立てておかないとうまく点数にならないです。
例えば医症法なんかでもね、3条の2って絶対出るんですよ。絶対出るよって言い切れるんですよ、で特許でいうと肉の239条は、まあ、3条の2ほどじゃないけど、まあ、ほぼ出るよって言い切れるんですよ、だけどじゃあ再審毎年出ますかって出ないでしょ。罰則出ますかって出ない年ありますよね、普通に。だからやっぱり計算が立たないんですよ、その辺のテーマっていうのは。だけどやっぱりその登録要件、例えば関連衣装絶対出るよねと、9条と関連の組み合わせ絶対出るよねとか、3条の2絶対出るよねって、でそういうところを一個一個潰していくことで、まあ、一点一点こう積み上げる、その予定として、でそれで点数を取っていく。で結局、まあ、出るか出ないか分からないものは、まあ、出て落としたとしても15問落とせるんだからそれいいよねっていうふうに割り切れるかどうか、でそういうこともやっぱり担当では大事で、結果としてやっぱりそういう割り切りができる人の方が高得点で受かっていきます。緻密に緻密にずっと一条から全部潰してやろうみたいな人はもう受からないです、永遠に。多分時間かかる、かかりすぎるし、で後から忘れていくんで、でそんなやり方やってたんじゃやっぱり受からないんですよ。だから担当もやっぱり受かり方があるし、論文もやっぱりこの中のことはみんな知ってて叱るべきだから、これでまず準備しようねと、でそれ以外から出たってどうせ7割の人知らないんだから影響しないよっていうところでやっぱり勝負していかないと、早くは少なくとも受からないかなと思います。なので皆さんはやっぱり頭がいいし、真面目にちゃんと勉強する姿勢も持っているので、やっぱり持っていき方だと思うんですよね。だから私はやっぱりなんかそういうところを、特にその中上級の人たちはね、中上級の人たちは間違わないことが大事なのかなと。でその一つで今日ちょっと冒頭で言いましたけど、やっぱりその講座の選び方だったりとか、組み合わせ方だったりとか、担当との並行の仕方だったりとか、そういうことが大事なのかなと思っています。なので今日ね、このチェックリストをちょっとこれから一つ一つ全部は見ませんけど、少しちょっとお話をしていきますけども、どのレベルでやっぱりその消化チェックリストのチェックを入れていったらいいのかっていうことにもよるから、でこのレベルぐらいだよっていうことをちょっと話をするの でそしたらそれでチェックがまあどんどんついて準備完了になって、で、まあ、その当連でアウトプット力を磨いていくっていうハイブリッドでねやっていただきたいなと思いますね。であとですね、ちょっと最近のトレンドについてお話をしておきますね。特実に関しては問題数がまあまあ多いので、やっぱり時間との勝負になりますが、正直合格者の答案見てもまともに論じてる答案はいつもないと言っていいと思うんですね。答えさえ合ってればいいみたいな、そういう答案でも大体合格してます。衣装消費はそうはいかないです。矛盾することとかよく分かってないよねってことを書いたら、やっぱりそれなり悪い評価がついてます。なのでちょっと特実と衣装消費は自分のスタンスをやっぱり変えていかないといけないかなと思います。まあ、それはね昔から言われてて、私たちもよく言われたのは、特許はヒット戦法で衣装消費はホームラン打ってっていうふうによく言われました、でやっぱり一発目であって2問あるんで、無難にやっぱりこう時間配分もそれぞれ 1時間ずつでそんなに書けないはずですよね。だから衣装消費みたいにたっぷり量書いてっていうような答案にはならないはずなので、なのでどうしてもやっぱり記載量が少なくなる、でも問題数ある程度あるってなると一つの設問につき書ける量が少なくなりますから、まあ一つはやっぱ間違わないことですね、大事なこと。今年もありましたけど、肉のにあるのかないのか、39条あるのかないのか、そこの間違わないってことが大事かなと思います。であとやっぱり判例に関しては、まあ、判例の結論も大事なのは大事なんですけど、なんでその結論になるのかっていうことの理由付けの部分ですよね。そこで違うことを書いてしまうとやっぱまずいかなと思うんですね。自分が創作した理由付けで書いちゃうみたいな。例えば、これ、上からですね、1ページのこのチェックリストの上から何行目かな、7行目ぐらいに、まあ、精進説って書いてあって、国内精進についてって書いてますよね。で BBS でその精進するというふうに考えるための理由って何個書いてあるか分かりますか？ B
PBS の中で国内精進論を論じるためになんで精進したものと解するのかって理由付け何個書いてあるかっていうの知ってますか BBS。 これ2個書いてあるんですね BBS では。一つはその円滑な流通秩序ってものを維持しなきゃいけない。でもう一つはいわゆる二重の利得論ですね。二重の利とか得させる必要はないっていう2つ2本なんですよ。でやっぱりその多少その言葉遣いなんかが違ったとしても全然そのキーワードみたいなことが使われてなかったとしても違うことが書いてなければ判例は現状の今の本誌ではそんなに変な点数にはならないです。特に特実に関しては簡潔に書いてるとかでも OK ですね。でそれがなんかこう自分で創作したような理由付けその場で考えたなみたいなのすぐ分かっちゃうので、でそういうものでやっぱり書いてくるとやっぱそこは丸々点数がつかないので、まあね、記載量の割には点数低いよねっていう問案になります。だから判例これチェック入れるのは理由付けが必ず判例にありますからそれが揃ってるかどうかですね、ちゃんと数も含めて揃ってるかどうかっていうところで見ていただいたらいいかなと思いますね。まあいろいろその判例によってその数でちょっとカウントできない部分があったりとかもするし、あと要件が書かれているもの、例えば均等論だと5要件ですよね、第5要件まで。で、まあ、5つ言えないともうやっぱり話にならないんですから、まあ、均等論だとまあそこの部分とか、まあ、そういう感じでちょっとチェック入れて、判例に関してはだから判例の中で示されている要件、理由付け、その数をちゃんと揃えて言えるかどうかってことでチェックを入れてもらったらいいかなと思いますね。あとはね、シビアに最初にやっぱりチェック入れてほしいのは趣旨要件効果ですね。例えばその1ページの真ん中あたりに明細書との補正っていうのがありますよね。で補正の趣旨、時期的、内容制限、効果等っていうふうに書いてありますけど、まあ補正の趣旨とか時期、まあ趣旨はちょっと条文から読めないですけども、まあ、時期は明細書等に関してであれば17条の2、1項各号ですよね。で内容制限は3項から6項ですよね。で効果というのはちょっと条文から読めないんだけど、まあ、訴求項があるということですよね。でそういったことが言えて、まあ、左側にチェックって感じなんですけども、どのカテゴリーにも結構その趣旨要件効果っていうのがあるので、でそういうものに関してやっぱりまず最初にベーシック的に丸チェックがついてほしいなと思いますね。でそこから今度はそれにこう派生して、例えばその補正であれば補正の時期的内容制限を課す理由だったり、最後の拒絶流通値の際の補正課徴制限、まあ、いわゆる17条の第5項6項ですけども、そういったものとか、あと補正却下とか査定の審査の流れっていうのは、まあ、最初が切って最後が切って、で補正違反だったら53条却下で拒絶査定とか、まあ、そういうこう流れのところですよね。そういうのができるかとか、まずまあ大元となる趣旨や要件効果があって初めてちょっとこう派生したものにつながってくるので、飛び飛びでいいので、まずその趣旨要件効果って書かれているものからちょっとこうチェックを入れていくっていう感じでもいいかなと思いますね。で、まあ、最終的にその40日の頃に、直前期の40日頃になった時に大体まあ全部にチェックが入ってる。で一回チェック入れても忘れちゃうことがあるので、もちろん繰り返すちょっとメンテをしなきゃいけないんですけれども、それでもね、やっぱり2回目3回目は1回目ほど時間かからないからそんなに大変ではないと思いますので、まあちょっとねそんな感じでやってみてもらったらいいかなと思いますね。で論点らしい論点は今あんまりありませんから、まあ、審査基準って書いてるものもそんなにないしね。論点らしい論点だと、例えば4ページの職務のところとかは割とちょっと論点らしい論点ありますよね。出向社員とか派遣社員って、まあ、誰の従業者と考えるかとか条文からちょっと読めないでしょ。
まあ、基本書に頼ることになりますけど、まあ、インプット講義だとこういうのやってますよね。お金の出元っていうのが基本的な考え方なので、出向社員だと例えばまあ出向先でお給料払われてるんだったら出向先の従業者だし、出向元からお給料もらってるんだったら出向元で、派遣社員の場合は派遣会社からお金もらってますけど、それ回り回ってるだけで、派遣先から派遣会社、派遣会社から派遣社員に払われてるから、派遣先の従業者と考えるのが一般的ですよね。なんかそういう感じで、ちょっと論点チックなものも多少あるんですけども、まあそれでもね、そんなに多くはないし、まあ大体は今もう担当知識プラスアルファ、プラスアルファはもう本当に修士と、判例ぐらいなので、担当知識さえある程度こうインプット入ってれば、45点分入ってれば、ご自身で安心してもらっていいのかなと思います。なのでちょっとその担当と被るところからちょっとチェックを入れるとか、そんな感じで使っていただければいいかなと思いますね。ということです。結構ね、ボリュームがあるように見えるんですけど、そうでもないと思います。なんか細かくちょっと分けてる部分もあるので、だからまあそんなには多くないんじゃないかなと思いますね。で、あとちょっと実践答練について最後お話ししたいと思いますね。実践答練は4クールで12回になっていまして、でクールっていう言い方するのは特異小特異小みたいな感じの順番で回るので、何年か前までは特許ばっかり4回で異小ばっかり4回みたいな感じで流していたんですけど、そうなると担当受験される方が3月ぐらいになるとだんだんフェードアウトするんですね。担当の勉強特化したいからって言って、実践答練ちょっと後回しにしますって、もういわゆる担当終わった後にまとめて受けられる方が結構いらっしゃるんですよ。で私その考え方結構賛成で、やっぱり3月ぐらいになると担当受かりそうかどうかで分かってくるんで、このままだったらちょっとやばいなっていう人はやっぱり担当の勉強に特化した方がいいと思うんですね。でもまとめて実践答練やってたんで、商標が丸々抜けるみたいな状態だったんですよ。でそうするとね、やたら商標が苦手なんですよね。でそれはあんま良くないなっていうことで、で元はそうだったんですけど、クールで特異小特異小でやれば平等にどの科目も当たって、で3月の分は特異小でワンクール残るので、でそれまあ模試みたいな感じで今度40日突入した時にそこで受けられるじゃないですか。だからそんな感じの方がいいかなと思ってます。なのでまあ去年一昨年ぐらいからかな、クールに戻していただいたんですね。で結構ずっと私それ言ってて、で、まあ、宮口先生とか江口先生もこれ解説される答弁ですけど、まあ、先生方も異論ないってことだったので、まあ、元に戻してクールにしましたから、ちょっとね、皆さんとして、来週また一緒みたいな感じになると思うんですけど、まあ、ちょっとその平等にその科目を受けられるっていうメリットはあるかなと思います。で、特許は、まあ、2問ですね。で、異小商標は大問で、まあ、1枚1枚の答案なんですけど、大問でやっぱり2問ずつ出てる回の方が多いかなと思うんですね。で、実はもうほぼ収録が終わってまして、事前収録、通信用のものが終わってまして、もうある程度ちょっと内容分かっているんですけど、割と難しいです、今年も。で、去年も実践答練難しいって言われたんですけど、今年もまあまあ難しいです。ただ実践答練は論点のプロットを作って、まあ、言ったらこんな感じのものを作って、で被らないように、今回はこの範囲、今回この範囲って、できるだけいろんな論点を網羅するように作ってるんで、なんか先週ばっかり続いたりとか、侵害ばっかり続いたりとか、全然延長制度が出てないとか、出そうなのに出てないとか、なんかそういうことがないんですね、実践答練は。だから実践答練の復習の中でインプットをこう強化していけば、結構かぶりなく広くインプットの復習もできるようになってるので、答練でアウトプットして復習でその範囲のインプット、条文の読み込みとか、まあ青本読んだりとか、そういう関連する判例を見たりとかっていうインプットを後に入れていくっていう形でも、結局パズルみたいなもんでね、重なるピースがほぼないから、割とこうちゃんと絵になってくると思いますんで、なのでうまく使えるんじゃないかなと思います。で、まああと実践答練はまあ採点返ってきて、で
そこからが問題なんですけど、よくあるのはやっぱりこう点数見て、ああみたいな感じで終わっちゃう。でもじゃあそれが例えば、45点だったとしますよね。で45点でまだ10点ほど足らないと。でその時にじゃあそのまま放置したらまた多分同じ点数なんですよ。その問題は分かったってなっても、じゃあどう直せば合格となるのかっていう成功体験ないまま次の問題に行きますから、それだとまた同じ点数になるはずなんですね。で例えば2区の2の判断、39助の判断、仰ぐ系の問題であれば、まあ理解すれば次は間違わないってことあるかもしれないけど、よくあるのはやっぱり当てはめ不十分とか、説明不足とか、そういう部分の指摘を受けた時に、不足してるものをじゃあ自分が不足だって言われて次直らないでしょ。あなた説明不足ですよって言って、ああそうなんだ、反省したわと思っても、じゃあ次の問題行く時に、じゃあ説明不足がね、不足じゃない、十分になるかってならないと思うんですよね。だほとんどの人がじゃあどう書き直したら不足じゃないのか、どう直せば十分になるのかっていうことのやっぱり実体験なくして、で成功体験ないのに成功したとは書けないはずですよ。なので私自分でもやってた方法なんですけど、自分の答案ありますよね。で帰ってきて当てはめ不十分ってよく言われたんですよ、私も。で当時は割とあっさり型の答案が好まれた時代だったんですけど、それでもねちょっとやりすぎみたいな感じで結構あっさり型だったんですね。だから特実で私2ページ以上書いたことないんです。それでも70点は常に超えてたんですよ。だからもうそれでいいだろうみたいな感じだったんですけど、やっぱりねできればもうちょっとあれですと肉付けしてくださいみたいなコメントが割とつくんですよね。これでもいいけどみたいな感じだったんですよね。でその時にやっぱ訂正欄ありますよね。あっこにその解説冊子で書いてるんだけど、自分の答案ではちょっと説明してない部分をこう何て言うかこう書き足して、自分の答案をやっぱりその十分な答案に一回するんですね、修正を入れて。でそしたら、こういうふうにすればいいんだなっていうのが成功体験として作れるので、そうすると、まあ次答練が来た時にそれが改善できるんですよ。ですから訂正欄使って一回こうちょっと自分の答案を修正する作業を入れるっていうのが、私はトーレの復習方法としてはおすすめです。アウトプットね、アウトプットに関しては。であとですね、ちょっとやってもらったらいいかなと思うのは、答案がありますよね。今のね、私今の本試験を見てて大事かなと思うのは、中上級の人たちがねポロポロ落ちてくるのは大白ミスが結構あるんですよ。知識あるのにそれをうまくこう使えてないみたいな。でその改善策として自分もちょっとその中上級者だった時にやってみた方法なんですけど、回答から問題を予測するっていうのを結構やってました。回答をまず見て、この回答になるんだったらこういう問題のはずだみたいなことを予測するってことをね、やってました。電車の中ですごいやってて、結構乗り過ごしたりとかした思い出があるんですけど、それをやってました。でそうするとね、例えばそのパリ条約の優先権主張、新規性喪失の例外の手続きとかっていうふうなものが並んだ時には、これって登録要件の判断、要は拒絶、想定される拒絶理由とかその解消策について検討せよって問題のはずだなと。手続き名で項目が来てるってことは手続きを聞く問題だなっていうことが分かるし、で一番まあ簡単なのは、例えば移行手続きの問題ね、国内書面の提出、手数料の納付、ね、約分の提出とかっていうんであれば、これ移行手続きについて説明せようだなとか、でそこに例えば審査請求が変わったら何が違うかというと、特許権を得るためにとか、審査官による審査を受けるためにっていう限定があるはずだなとか、で特許管理人の選任届出が入ってたら、在外者なんだなとか、そういう感じで逆説的にこの問題文を作れるっていうことは、今度問題文読んだ時の感覚が全然違ってくるんですよ。
在外者っていう文言がインパクトが全然違ってくるんですよ。で、そういうことが逆算的にできるようになると、在外者ってきたら、あ、これいわゆる特許管理に効くんじゃないかとかね。で、例えばその特許権を取得するためにとか、審査官の審査を得るためにって書いてたら、あ、これ国内小手続きだけじゃなくて、実態審査を得るためには審査請求が必要だから、審査請求を書かなきゃいけない、忘れたらいけないっていうふうに分かるんですよ。で、あとね、面白いのが、例えば、取り下げたものと見なされないための手続きについて説明せよという問題だったら、移行手続きの中でも国内書面の提出とか手数料の付は書かないでしょ。だってそれは却下だから、効果として。ね。で、なんで移行手続き聞いてそうなのに、ね、却下、国内書面の提出と手数料が抜けてるんだろ、この答案と思ったら、あ、これって共通してるのは全部取り下げ規制だけだな。そしたら取り下げられたものと見なされないための手続き聞いてるんじゃないかなとか。そういうね、ちょっと担当の勉強にもなるんですよ。だからちょっと新手のそういうちょっと大白の練習ですけど、割と大白ミスを起こす人には効果的かなと思う。問題文の読み方が格段に変わります。引っかかる文言がもうバンバン自分にこう何ていうか入ってくるようになりますよ。で、そしたら大白ミスというか、問題文の読み方というか、どういう設定になっている時にどういう回答になるのかっていうことが今度できるようになるので、そういう大把握の練習もいいかなと思いますね。なので、まあいろいろね、やっぱりやり方があって、私もゼミを、エルゼミをね、10年ぐらい担当してた時期があるんですけど、その時はもうゼミ生にいろんな、なんかそういう、なんていうか、処方箋をバン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 打って大把握の練習ばっかりさせたりとか、トランコ線の練習ばっかりさせたりとか、いろんなこう小テストなんかをやってきたんですけど、まあそういうなんかノウハウみたいなのは実践トレイの中でまたやっていきますので、まあ問題を通じてね、それを吸収して自分のものにして、で応用してっていう形でやってもらったらいいかなと思います。で、今の本試験は、まあ合格者というか、その弁理士になってからの年数がそんなに経ってない試験の先生が多いんですね。特許庁の内部の方が、今やっぱコロナ禍の影響だとは思うんですけど、半分ぐらいは内部の人なんですよ。審査官とか審判官とか、知財高裁の裁判官上がりの人とか。だから内部の人が多いから、まあちょっとその実務課の先生、単純に合格者で、まあ、弁理士っていう方は前に比べれば少ないんですけど、でもその少ないながらも、その先生方っていうのはそんなにね、昔の合格者じゃないんですね。割と、まあ私の教え子も3人いますから、だから一番古い子でも何年合格かな、18年合格ぐらいかな、18年19年合格の子とかいますよ。あ、子っていうと失礼な年の人もいますけど、私よりも大学の先輩で、年配の方もいらっしゃるからね、ちょっと方っていう言い方が適当ですけど、そんな感じなので、皆さんね、やっぱり予備校の問題っぽいものもやっぱり出してくるんですよね。だから論文の勉強って二度と同じ問題に当たらないとはいえ、大体そのパターンというものがあるから、だからそのある程度、何て言うのかな、そこをきちんと型を作るっていうことをまずやってしまった方がいいかなというところはありますね。形にとらわれすぎるのも良くないんですけど、論文のと解説冊子をね、写経って分かります？写経って写すって書くんですけど、写経はね、もう中上級クラスだと進めません。論文書いたことがない人はちょっとやってもらうことあるんですけど、写経ってあるんですけど、これは進めないです。その文章を写すだけなんで。だけど、その形を作るために同じ問題を繰り返し繰り返しやることは、すごいそのプロセスをもう何も考えなくても、例えば拒絶留通知に対する措置だったらこういうふうにする、拒絶留の検討だったらこういうふうにプロセス組むっていう感じで、もう統合構成の練習も問題のパターンである程度もう決まってしまうものがあった方が、やっぱオチが少ないので、それをやってもらいたいんですよね。で、よく
これシュハリっていう言葉があって、シュっていうのはこれ明細書のね指導なんかでよくやるんですけど、もうとにかくその先人がやってきた型をとにかく守り、それも自分のものにするまで繰り返し繰り返しやる同じものことをやるっていうのが主なんですね。で、ハっていうのはそこにオリジナル要素、自分ならではのオリジナル要素をこう入れていく段階で、リっていうのは、まあ、いわゆる事務所独立するってことなんですけど、要は自分のそのやり方で、まあ、事務所を作っていくっていう、その弁理士のこの独立までの過程っていうものを表した、これもともと中国かどうかのね言葉なんですけど、そういうのよく使われるんですね、明細書の指導の中で。で、その事務所によってある程度やっぱり書き方があるので、まあ、その明細書の書き方っていうものをもうテンプレートのように自分の中に染み込ませるこの段階を経て、でオリジナリティを入れて、で、まあ、独立していくっていうことなんですけど、論文、この試験の論文はもうほぼね、ここなんですよね。これだけでいいんですよ。逆にオリジナリティ入れると落ちますから、目立つ答案良くないので。基本的にやっぱりみんなと同じ答案を守るってことのが大事なので、本当に何て言うか、多数派についていくことが最後までできた人が合格しますから、あまり変わったことはしない方がいいので、なのでその答案構成を繰り返し繰り返し同じ問題でパターンを作っていく。で、そのやっぱり素材としては実践答練はある程度の難易度の高さとか、問題のその論点の選択だったりとか、そことはかなり良質なものだと思います。まあ、宮口先生も江口先生も、あと今名古屋はされてないかな、まあ、3人は大体こう同じ答練を担当するんですけども、まあね、それだけのものですから、それぐらいこうたくさんの先生を立ててやるぐらいのものなので、まあいいかなと思いますので、まあ、ちょっとぜひですね、この形を作るっていうところを重点にやってもらったらいいかなと思います。はい、じゃあこれでですね、ガイダンスの方は以上とさせていただきたいと思います。で、今日ちょっと冒頭で少し担当ゼミのことをポロって言ってしまったんですけども、昨日担当ゼミ発売したんですが、ちょっと今日の時点でもうあと2席しか残ってなくてですね、申し訳ないんですけども、もう多分今日明日どうかなっていう状態なので、ご希望の方は説明の動画が8日にアップなから、ちょっとまだそのゼミの説明会が実施できてない状態なんですけど、もうちょっと生クラスがあと2席の状態になってしまったので、もし今日来られて、まあもうちょっと動画待ってからでいいかなと思っている方は、席を確保されておいた方がいいかなと思いますので、まあ、ご検討ください。まあ、今のところベーシック生と中上級生半々ぐらいかなと、メンバー的にはそうかなと思ってるんですけどね。中上級の方なんかもすぐに一般になるの分かってるから、昨日わざわざ申し込みに来られた方が多かったみたいで、それでもう今日いっぱいにほぼなってしまいましたので、まあ、ちょっとその点だけアナウンスさせて終わりたいと思います。させていただいて終わりたいと思います。はい、では今日は寒い中来ていただきましてありがとうございました。で、これからまだちょっと年内時間がありますので、ちょっとしっかりインプットやって、で、年明けの答練でまたお会いしましょう。はい、では声で終わりたいと思います。お疲れ様でした。